神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ RIP 井口。猫は大好き44歳チョコバニラボールアラインチャンネル略してチョコちゃんにゃんにゃん。本日はですね、千葉キングスのジブコースを新しく作り直してます。ちょっとね、前のジブコースがスピードが速すぎて最後怖いっていうねあれだったんで、もうちょっとねみんながやりやすいような形に作り直しているところです。さあ奥村スタッフ、どうですか調子は？最高です。絶好調って言わないとダメだよ。ボランティアのマッスーさん、さあ今現在ね、その宇佐美圭介用のデスロードが出来上がっております。はい、いい感じです。いい感じですか？はい、はい、これであれだよね、この脇道とかにこうボトって落ちて、そうですね、こう滑ってて、こう滑ってて横にポトって落ちて、で横に引っかかってる単価に干される。労災ですね。労災ですね。労災あるですか？あ、あります。一応あります。あるです。あなた労災使うような羽目になっちゃったら、実質ここが機能しなくなるんで、ちょっと お願いしますね。確かに逃げ道ないね、これね。逃げ道ゼロ。ほぼストリート。その場で転ぶしかないんだね。はい、じゃあちょっとブーツ履いて準備してください。はい、デスロード何をしてるかっていうと、スピードチェックなんですよね。安全のマージンとって、多分ちょっとスピードが足んないかなみたいな感じで作ってるんで、まあこれを基準にスタート台をもっと上げて、このねアプローチ部分をもっと 奥側に伸ばすのかとか、そういうのをちょっと判断したいと思います。まあストリートだよねこれね、安全にね。あっす、さあドロップした。あれ意外と速い、意外と速い。おお、すごい、すごい、ビタビタじゃん。さあ今度はですね、ババーン、これによってまあ80センチぐらい高さが上がったと。ここがいっちゃう、これ。あー、いきます。はい、さあドロップイン。おー早い。あーでもいいね、あんま変わんない。いや早いっす。早いんだ。あ、オッケーオッケー。6月某日ですね。ちょっとジブゾーン、まあ結構できてきた感じにはなってるんですけどね。はい、こんな感じですね。変わったポイント説明しましょうか。じゃあ上から順にね、まずフリーウェイですね。ボックス、低い MB、普通の2本レールということで3ウェイになりましたね。最初狭いかなと思ったんですけど意外と大丈夫でしたね。で、レール系はスピンインが発生すると思うんで、サイドインなんでね、1段スタートが高くなってます。でボックスは1段低い、ここからスタートっていう感じですね。アプローチシャドウはね若干緩くなったかな、はい、っていう感じでちょっとアプローチをね下っていきましょうね。フラットボックスですね。3つともアイテムが、前はダウンアイテムだったんですけど、このフラットになってます。フラットアイテムになってます。はい、で、ボックスはもちろんねこうセンターインで全部できると。エンビはギリサイドインなんですけど、わかるかな、はい、まあ、リップの高さはねかなり低いんで、まあ初めてのサイドイン練習なんかにはちょうどいいぐらいの高さかなと思います。ほぼほぼ高さ変わらないです。でレールの方はこっちはね結構がっつりサイドインなんで、ということで、しっかりまあ横当て系で、練習ができますという感じです。アイテムフラットとは言ったんですけど、実はまあ若干下ってるから、アイテム上での減速感はありません。アイテム側面エリアなんですけどね、私の足元のここなんですけど、ここから、緩衝材が入りました。でアウトですね、ランニングつけたのでレールからスッと出るのに対して面はこう逃げてるんで、それだけで着地の衝撃がかなり、緩むと思います。
自分がねアウトして進む方向よりも地面が逃げてるので、着地の衝撃がかなり減ると思います。でさらにね、まあ、フラット系アイテムからランディングシャドウができたということで、スピンアウトとかの練習がしやすくなりましたね。はい。でもボックスは見るとこう分かります、ボックスはあの若干下り気味につけたんで、まあアウトはそんなに高くないよって感じですね。はい。だからアウトの高さもこういう感じで段階を終えて高さの差が出てます。はい。まあディティールは大体できてきたんでね、あとブラシ貼ったりとか、微調整して完成になりますね。はい。チョコが大好き猫が大好きチョコバニラボール新井のチャンネル、略してチョコちゃんにゃんにゃん今日はあのチョコさんがいないんで僕らが代わりに、じゃあ紹介してください。ジブゾーン完成しました。はいボックス太丸2本の3ウェイになりました。はい。大丈夫かなこんな挨拶で。大丈夫かな。じゃあ今日はチョコさんからのご命令で撮影うさみ、ライダーヨストっていうことでやってもらいます。やるしかない。はい。まずはボックスから行きましょう。こだわりの変更点なんですが、以前あのこの手持ちの散水、おーおー、これもういつでも水が負けるとこだわったところだね、はい、これで言うと。じゃあヨスト、はい、50-50 お願いします。いきます。はい。好きなトリック。好きなトリック。はい。いきます。はい。いや。じゃあ次はクッション。そう、ここ全部今クッション入れました。クッションの良さをアピールしてください。はい。お願いします。ハハ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 。痛くない。おおおお、痛くないです。おおボックスゾーンだけちょっと低くして初心者の方でも入りやすいように、はい、入りやすいように。ボックスをやった感想はスピード感はちょっとゆっくり入れるんで、いろいろトライできるように優しくいろんなこともできるようになりました。転んでも痛くないんで、あれやってみたい、これやってみたいっていう方はどんどんトライできるようになったかなって思います。おー、ってことは最高ってことですね。最高。じゃあ次MB いきます。じゃあお願いします。はい。いきます。はい。2本目、バックノーズ。バックノーズ。はい。前はこれがなかったんで、ボックスの次いきなり、確かに。レールだったんで。確かに。レール行く前に、ワンテンポこう、サイドインの練習をしやすい。うん、高さ見に行こう。じゃあこれ、まあ、ボックスはもうそのままセンターインできる感じで、塩ビはもう本当にもうちょっと高いぐらい、高さもこれぐらいです。初心者の方もトライしやすいのではないでしょうかっていうね。じゃあ次はこっち、ちょっと高い日本塩ビ、いきましょうバックリップお願いします。イエス。
じゃあ次は、次のトリックはフロントブラントの、フロントブラントの27アウト。どうでしたか？よかったです。前に比べて、前ダウンだったんでランディングとの距離がちょっと低かったんですけど、今はフラットに対してダウンなんで、スピンアウトとかそういうのはちょっとかけやすくなったと思います、うん、でまあ今日ちょっと雨降ってちょっと気温低いんで結構走るようになるんで、そういう時は、まあ、最初サイドスリップして減速してからインとかしてもいいと思います。感想、千葉キングスのジブゾーンが賑やかになるんじゃないかなって思います。あのクッションとかどうかなっていう、そういうね、そういうかランディング、まあ、クッション引いてあるんで、あとどうでした？まあ前に比べて相手もいつになってどうでしたか？どうでしたか？前に比べて相手運が3つになって、インもちょっと低くして、まあテスト合奏お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？相手運も3つになって、はい、でリップがそれぞれちょっと低くなった分トリックをかけやすくなって、でなおかつランディングが緩衝材入ってるんで、ちょっと失敗して転んでも痛くないっていう、はい、このまさに練習できるもう最高のジブができましたね。なんでこれからの千葉キングスのジブエリアはよりよりもう賑わうんじゃないかなと思ってます。はい、よかったです。じゃあ最後の締めを、締めお願いします。みんなが愛したやたべのひとしー、ワッツァップ井口、ドープでマジックなシックな命、マダラを忍者でのジャンプサッション、どっちも引くことなく挑み、一歩も引かずにライダー気取り、業界沿った俺たちの気負い、井口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 